あと2駅でね、私が下車して予備棟に到着します。まもなく時刻ね20時になります。次はね、目番別です。女性が目満別ね、女性が万に分かる目満別です。読めない方もね、いらっしゃるでしょう。空港に、レースが空港まで結構距離あります。西目町目指してしまう空港に近いといってもね、40分は必要ですよね。バスありますけどね、私も明日予備棟駅前からね、網走市内にバスが1日3本のうちね、何時に乗れるかは、未定です。タクシーは使いたくないです。せっかくね、楽しいね冒険にタクシー使えばね、冒険の意味ないですからね。次ですね、電池がね、そろそろね、私用意しますね。59分にね到着なんです。8分ですからね。予定よりね、フェリー結構な分がね、まずは稚内まで行くの、とりあえずね、削りまして、時間ね、切符のね、購入の方もね、最初フリーキップの予定だったんですけどね、どうしてフリーキップは終わってたのね、10日から16までね、フリーキップ使用不可の期間なんですよ。片道のね、組み合わせで、次ですね、途中まででね、動画ね、終了いたしますね。とりあえずね、ステップありますのでね、危ないんで、撮影のままね、下車は不可能です。何もね、手元にキャリケースこれなければいいんですけどね、ありますからね、危険ですから、ステップね、ありますからね、どちらにしてもこの駅降りないとね、もうバスもありませんが、タクシーしかありませんからね、戻るの。そのね、お金は持ってきてますよ、当然でしょ、旅行来るのに。ね、使いたいこと使いたいないことありますからね。もうタクシー、本当に非常手段です。ね、タクシー使ったら、そんな、お金の人いくらでもタクシーは使えますよ。それじゃ冒険にならないじゃないですか、ね、夏休みの冒険というものね、いろんなことをね駆使してね、自分で体験することを冒険と言いますからね。タクシーですか、それはね、単なるね贅沢旅行です。金持ち旅行です、タクシー使うには。そんな旅行じゃありませんね。例えば1週間ね、大体北海道は2泊3日で帰られてね、それは良かった、満足したでね思いますけどね、私は満足しないでしょうね、そんなお金いくらね豪華であっても。バタバタ旅行ですよ、そんなの。同じね、例えばですよ、まあ例えば仮にですけど10万円ね、まあ、北海道でもツアーでいろいろ
10万円費用必要です。10万円でね、3日で終わるのとね、10万円でね、10日でね、10日楽しむのとは10万円10日の方がね、時間もね十分余裕がありますしね、その方がいいです。女性の前に別れて呼ぶ人って実際そこ書きますよ。ね、満面の横に呼ぶ人って書けばね、嘘じゃありませんからね。嘘はそんなね、言ってまでこんなこと動画に投稿いたしませんね。だけど私の動画楽しいね、見てらっしゃるけどもね、いらっしゃるからね、それはね、まあいいじゃないですか。ね、くだらない動画いろんなありますけどね、あまり削除されてる動画もありますから、私に配信してるとね、そんな動画私上げた覚えありませんからね。ただね、神戸人嫌いですからね、それはね実は事実ですから、何もね悪いことじゃありません。もう本当にいたします。ただいまの時刻ね、19時55分です。あと3分でね到着です。3分4分ですね。少しね一息を、改札というか、まあね、ホーム降りてからね、一眼のカメラでも撮影できるので、まあ、とりあえずね、降りるときはね、危険です。そんなね、動画の投稿しても何も楽しくないと思いますよ、見てても。私もそんなね、動画、ビジュアルで。本人さんがね、気をつけばいいことをね、自らね、怪我するのが分かっていてね、行うことは私嫌です。はい、まもなくも到着で電池も消耗してまいりました。途中でね、中断の可能性ありますけどね、撮影できるところで撮影を行います。メモリーはね、十分ありますからね。私はね、後に拝見して楽しいですね。網走市でございます。刑務所が近くにあります。確かです。それは こちらまで来てください。日の出がね、早いのでね、4時には明るいです。では準備いたしますね。呼び出に到着いたしますので。まもなく呼び出に到着いたします。準備しますね。動画一旦ね、ここで切断いたします。